れた。限界ですね。肩パンパンですね。やべえ。あと何時間だ。昨日ね、雨超降ってて雷すごくて無理だと思って、で疲れてたし、で昨日久しぶりに暗1時ぐらい寝たかな。もうね、疲れすぎて、もあるし、大関ワンカップすら飲めなかったっていう。昨日ハードでしょ。フェリーも乗ったしね。まだ秋田入ってないかな。道の駅ね、昨日仕事もしてたからね、結構仕事もしてたしね。これも仕事ですよ。今日新潟、今日ちょっと13時は無理だな、多分10時ぐらいかな。ちょっとね、雨はやみましたね。どこだ、ここ。十和田湖。まだ青森じゃね？まだ青森じゃね？上小阿仁。上小阿仁。やばいな。秋田も、ほんと秋田入りしようと思ったんですけど。あ、でも秋田と、秋田、ここどこなんだろうな。神谷湖。いや、7時ですね。7時。昨日1時ぐらい寝たからね、6時間ぐらい寝たね。あ、秋田入ってんのかな。まあ、ちょっと下道できたんで。あ、現在地あった。秋田、秋田入ってる？あ、秋田入ってんじゃん。これ秋田でしょ。秋田湖。新潟、新潟ここだからもうまだだね。秋田入ってますね。秋田一応入ってる。秋田多分。秋田入ってる。秋田入ってますね。温泉、秋田温泉。じゃあ秋田温泉入ろう。いやー、まあ、とりあえずこのまま下でちょっと行って温泉入って高速ですかね。いや、ほんとやばかったですよ昨日雨。マジで雨やばかったですよ。マジで雨やばかった。死ぬかと思った。雷すごかったね。でも洗車結構されてるな。洗車されてる。ホイールはね、ちょっと汚いですけどね。洗車ちょっと、あ、ここら辺、ギリギリ